うわぁ、お肉が消えた。なんでかわからんけどお肉が消えてるんです。なぜだこれは。これなんでやこれ。ちょっと見てください。集めたお値段はベスト1000円超えてます。トータル2万6000取ってます。データ変わってないです。ただお肉消えました。なんでかわからんけど。だっておかしいやん、だって。日野市の出現条件が、全部ステージを出す、クリアすることで、お肉がないのに日野市に出たっておかしいやん、これ。どういうこと？ちょっとこの謎のバグ。これ原因わからなかったらちょっと教えてください。ちょっとね、よくわかんないです。俺お肉にね、行きたいんですけどね、行こうと思ったらいなかったんですよ。なんか最近トリプルボスダッシュ出てこいなと思ってたんですよね。ああ、そうか。で、見たら、いけないんですよ、ほら。何これ？赤鬼30匹倒したって言ったら倒してやろ、絶対俺そんな。てか、日野神だ、だ、倒してほしい。てか、俺もお前何回も倒したことあるし、みたいな。ちょっと謎のバグなんで、これよく調べてもなんかあんまり出てこなくて、これ、同じこと人いるのかなと思って調べたんですけど、出てこなくて、ちょっとこれ、同じような人がいて、もし治った人いたとか、なんか理由がわかる人いたら、ちょっとね、コメントで教えてください。お肉消えました。お肉がね、消えてるというバグが起きました。ちょっとこれ、よくわかんないんですけど、あのアップデートでなんかあったんかな？わからんけど。ちょっとお肉消えたんで、赤鬼をもう一回30匹倒さないといけないんですかね？よくわからないんですけど、ちょっとね、条件が、一回出てたやつが消えるという謎の現象起きたんで、この謎ちょっとね、解明したいんで、わかる方いたらちょっとね、コメント、ください。そして同じようになってる人見たら、あ、僕もいないですって人がいれば教えてください。逆に俺は今出てますよって人もいれば、それも教えてください。これが俺だけに今起こってるバグなのか、全員そうなのか、ちょっとそれがわかんないんで、あと特定の人だけそうなのかってわかんないんで、ちょっとそれ教えてほしいなと思います。はい、というわけでとりあえず今回は、お肉消えた事件、お肉失踪事件についての動画でした。終わります。ありがとうございました。